はい、坂本君、お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと最近調子が悪かったけど、こんな優勝の時良しとするか。そうですね、はい、ね、はい、まあ、調子はええということで、はい、それから明日、早速やけど、誰につける？長崎の西田君につけようと思ってます。西田やね。そうですね、九州が4人ごとのいつも別れてということで、はい。で、この子についていくと、西田君も、レースによったら強いレースをするもんね。そうですね、うん、私もいいみたいだし、チャンスはあると思います。お任せで大丈夫やね。そうですね、はい、もう、坂本君やったら、それがあるのと分かってしもちろうと思うけど、はい、ね、うん、それは明日の九州は 2-2 か。ね、まあ全部は1人だけ、3人だけね。そうですね、細切れだから。西田君言うともいてくれりゃチャンスはない。そうですね、まあ、とりあえず1取ってもらってって感じで、はい、調子はええし、はい、エロ、はい、いいし、そういうことでね、はい、明日はやっぱりこうレースもええレースをしてもらって、はい、で勝っていてもらうに越したことはないけど、はい、はい、みんなファンもいっぱいおるしよ、はい、はい、明日はモーニング12時、1時頃に走るか。そうですね、1時ですね。まあ、そういうことやけど、明日の天気はね、ちょっとぐずつきそうなことを言いよったけど、まあ、それも大したことはないと思う。坂本君、はい、頑張って。ありがとうございます、頑張ります。はい、どうもありがとうございました。